難しすぎひん、これ。これ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 。これさ、このマーク、違うんかよ。まさにこれやろ。どういうこと？はい、どうも、ゾンギです。というわけで、今回ですね、ゴロゴアのね、続きをやっていきたいなと思います。で、前回はですね、黄色のなんか、色のね、リンゴみたいなのをゲットしたんやと思う。なので、まあ、今回は何色かわからんけど、まあ、やっていきましょう。で、これどっちからいけばいいやろ。これな、どこまで行ったっけな、僕全然覚えてないけど、多分これマイナスキー押したらいいんじゃん。あー、絵画になってるやん。いきなり感動させる感じ、これなんな。え、で、何？あ、これ全部見ていけるやん。あ、これさ、あれじゃなかった？なんかさ、緑の色のリンゴを取った時にあったシーンじゃない？あ、違うわ、全然違うわ。全然違うところに繋がってんのか、これもしかして。なるほどね、じゃあ、あれか。いろいろできんちゃう、これ。待って、こっちもなんかする？こっち、あ、こっちなんかあるわ。あ、こっちもなんかあんねや。なにこれ？なんで落ちてん？どうしたん？なにその、ゴキブリがスプレーかけられて死ぬ寸前みたいな体勢のやつ？何言うてんねん。おー、なにこれ？あ、また新しくなったやん。これ何？誰？この人は。どなた？目玉になった。見られてんぞと。俺はお前をずっと見張ってんぞと。そういうことですかね。適当なこと抜かしすぎや、さっきから。やめとこう。ああ、また抜けれる。これなんやろ？なんかさ、さっきさ、地図みたいなのなかったっけ？この周りにさ、ほら。これとか関係するんじゃん。なんか関係しそうやけどな。ほら。あ、シマウマみたいな。シマウマか、これ。何や、これ。まあ、キメラ。キメラやね。キメラがなんかおるって感じ。あ、これなんや。これなんか、もらえるんじゃない？あ、もらわないかった。全然もらわないかった。あ、次、水色のあれやね。色のやつを探すって感じね。なるほど。オッケーオッケーオッケー。じゃ、ここに、とりあえず、少年を持ってくればいいんじゃない？だから、あ、なにこれ？こっちに行きたいんや、俺は、って言ってんな。え、こっちに行きたいんや、俺は、って言われてもな。だってさ、無理やん。階段を登って。階段を登って。これじゃない？あ、そういうことなんや。なるほどね。忘れてた、この仕様を。完全に忘れてた。今、普通に忘れてた、マジで。なるほどね。これで、あっち側に、よく、どうした？怒ってる。怒らんといて。そんなん。うわー、こっちも動いてる。なに？いろいろ起きすぎやから。なんでそんな一点を集中して見てるの？あ、そんなこともなかった。寝てた。あ、これ何？富士山。いや、もうアホやろ。マジで。会話がアホすぎる。トークがアホすぎる、今から。今からじゃない、さっきから。これ何やろ？これちょっと危ないんじゃない？なんかつるって滑りそうやけどな。なんか出て、氷ついてるやん。あー、滑るというより、普通にしゃがんだ。で、水をかけて、なんかあれかな？儀式かな？なんかの儀式があるんじゃない？ここで。で、これは？何なんやろ？次なんかまたあるんじゃない？これで何かする。あ、こっちや。次こっちって言ってる。あ、なんかいろいろあんねんな、まだ。ここも。解放されてない場所があんねや。なにこれ？なんか、螺旋岩を伝授しますよ、つって。螺旋岩？みたいな。青やろ。青やろ、マジで。酔っ払ってんちゃうか。こっちは？あ、こっちなんじゃない？違うか。なんかしそうやけどな。あー、まだ入れる。これ、真ん中、開いてんじゃない？違うかな？なんか、でもできそうやな。待ってな。これマイナスキー押すと、あ、まだ続いてた、これ。あ、でも夜になってる、これ。どこ、これ？わからんくなった。あれ？元々の絵を忘れてしまったわ、これ。完全に。これなんやろ？これ、一個見れるのかな？あ、見れる感じやわ。これ何すんねやろ？ええー、いやー、これえ？開いてんのか、ここ。あ、繋がった！え、すごい！こんなミラクルが？うわぁ！適当すぎる。適当や。繋がったのはいいんやけど、なんかするんじゃない？あ、これなんかさ、どっかで見えへんかったっけ？なんかいろいろあんな。これさ、あったよ。なんかどっかであったよ。あ、これやん。まさにこれじゃない？まさにこれやろ。あ、何これ？何すればいいん？どういうこと？今日ね、初実況なんですけどもね、頭回ってなさすぎてね、これできるかどうか危ういって感じじゃないけども。これとりあえず見ていこうか。全部見てから進めよう。あー？
動いたのは分かった。うん、まあ動いたのは分かったよ。え、でも4つのパズルをさ全部見てさやるっていうのきっつ。マジで言ってんの。あ、あ、なんかどっかで見たな、これ。ほら、これじゃない、違うかな。あ、違うのか。これ開いてないんか。まず開いてないんかよ。マジかよ。なんやこれ、どこやねん。あ、こっちもあるやん。これじゃない、これをさここに。あ、違うんか。なんかわからんな。難しすぎひん、これ。なんかさ、だって他、いけるんじゃない。え、違うか。僕さ繋がると思ってた、完全に。あ、これさ、このマーク違うんかよ。いや、もう違うんかよ。全部つくづく無理なんやけども、なぜ。あれは、いやー、これなー、なんかさっきの螺旋岩のあの絵のやつに似てない、このボール。まあ、ボール状のものなんかいろいろあるけどさ。いったんじゃない、これ。でも繋がったよな。で、ここに水をかけてもらうんじゃない、違うか。でも回り始めて3000里。いや、回り始めたとてやね。ここでなんかするんやね、きっと。まずは、繋がった、全部繋がった、そういうことか。全部繋がんのかっていうことやね。多分これ4万円にしないといけないんじゃない。チャリンチャリンチャリンってなったのが分かった。で、ここってなんかすんのじゃない。こっち側向いてる、違うか。ちょっと、じゃあなんかこれさ、全部動いてるやん。全部動いてるのが意味あるんじゃない。待ってっていうことやで、これ下か上か。最初がこの状態やってんな。最初がこの状態やったから、この真上にあるやつが下に、真下に行った時にちょっと一回外してみよう。はい、オッケー。で、こうして、で、ここで全部クリックはできるもんな、元からできるもんな、これ。なんかしそうやけどな。これそんなヒントある？これはさ、まださ、ベルっていうか、あ、変わるのか、見れるところが。変わってる？わからなくなった。わからなくなった。あれ？で、なんかさ、これで今のうちに見とく。でも変わってるもんな、全部。で、何か合わさるものがあるんじゃない？この子が、この子、ここに合わせる感じなんかな、もしかしたら。さあ、見てみよう。これ、合うか？つながった！そういうことか。むず、マジで。マジで難しい。今、試さんかったら終わってたで。絶対。で、次移動したから、こっち側に行かせんねや。なるほど。いや、これは難しすぎる。やっと一個謎解いたで。やっとやで。ほんまに、何時間かかってると思う？ 17 分。意外と経ってない。意外と経ってない。さあ、で、多分これあれか、夜になったところが全部できてるってことなんや。何ここ、どこここ、存じ上げない、こんなとこ。怖い。で、この僕マークは知ってるな、どっかで見たな。次こっち行ってるわ、この子。もうなんか一人で行くな、この子。この子は一人で行くな。このろうそくのやつ、このろうそくの木のところにあったような気がする。歯車が多分この形やったような気がする。そう、ほら。そうなんよ。だからこの時に、止まった時に、はい、オッケー、これで、これで、一応やって、なんか使うんじゃない？これかな？いや、違うわ。うわー、また難しいの。持ってきやがる、本当に。回して、まだあんのか。でもなんか意味ありそうじゃない。で、なんかこの形にあるやつあったっけ。これはマジで頭使いますね。ない頭を使いますね。ここですね、わかりました。で、これはあれや、わかった、さっきの方法やわ。っていうことは真上にすればいい。
オッケー、来た。これで多分いけるんじゃない？で、オッケーオッケー、わかった。なるほどね。いや、なんかこう、難しく考えすぎたら逆に無理やな。はい、オッケー。これで、この子をこちらにやりまして。え？なんで戻った？あんた。いいよ、行ってて。うん、そこほっといて。なんで戻んねん、お前。え、なんで戻んねん、お前。え？あ、足場がないのか、これもしかして。ここで何かするのか。はぁ。まだ要求します？いやー、絶対ここやと思うな。逆にさ、そういうことか、わかった。あ？わからへん。いや、わかったかもしれん。これ真下にすんねん。じゃあ逆に。逆にこれ真下にして、あの子を誘導できるのであれば、うん、まあ、できたら嬉しい。それで、この子がどうするかわからんけども、ジャンプして、もしかしたら下の方に行くとか、そういうことができるのかもしれない。だからちょっと見てみよう。あ、そういうことやわ。うわ、これは知らん。あ、ジャンプとかじゃない。普通に階段状になってんのは気づかん。あ、これすげえわ。もうマジで余計すごい。余計すごいって言っちゃう。もう悪口みたいになっちゃう。で、ここが夜になりましたと。オッケーオッケーオッケー。着実に進んではおるな。よかったよかった。最初はマジで何もわからなかったから、本当に最初よりかはマシ。何ここ、どこもうさっきから存じ上げないシーンばっかりやん。あ、これで、ここ？あ、違うわ。とりあえず進めれたね。なんて？とりあえず進めれたね、本当に。よかったですね。僕はめちゃくちゃ楽しいですけどもね、本当に。毎回言ってるけども。僕はめちゃくちゃ楽しい。本当に皆さんがどうかはわからない。ちょっと待って。こうしてこうか。あー、そういうことか。なるほどね。これが重なれんねや。あー、これは難しい。本当に難しい。でも面白い、やっぱり。オッケー。これで動き出すんじゃない？ガラ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 って。はい、動きましたね。で、あー、ちゃんと絵を見とけばよかった。またや。そうか、そうか。ここに描かれている絵の中の何かに反応するから。そうか。オッケー。ちょっと待ってね。で、これを見よう。あ、ちょうどこれじゃない？もしかしたらちょうどこれじゃない？違うか？ちょっとない頭を振り絞って考えましょう。わかりました、私。そういうことか。これが左側にあるからわからんけったけども、こういうことやわ。あー、よかった。この紋章っていうか、この模様があったからわかった。気づいたんやけども。これなかったら多分気づいてない。よかった、マジで。なるほどね。これで移動させて、次ね。こっち側に行かせたんやけど、このまま繋げれればいいんやけど、あ、繋げれれそう。あ、よかった。オッケー。来た。やっと来た、水色の、色の、なんか、わからんやつ。アイテム。いや、よかった、マジで。今回ちょっと頭回ってないが、余計しんどい。え？見たまんま？何してん？見てな、え？このリンゴ違うみたいな。腐ってるみたいな感じで思ってんの。違うよね。あと何すればいいんだい、僕は。え？あ、ここからマイナスキーができるってことは、つまり、何かいる。あー、なんか怒ってる、病んでる、どうしたん、悩み聞くで。悩みがあるなら聞くで。え、これか。なにこれ。リングがある。リング？ここ？これ？へ？でもなんかここを使うって言うてんのよね。この方は。割れてる！そういうことか！これもしかしてさ、さっきに乗ってたさ、机をバーンってやったせいで、皿が壊れちゃったんじゃない？で、皿が壊れて、ずっと悔やんでんの？ずっと悔やんでおじいちゃんになっちゃった、もしかして。え、そんなことある？それは違うよね。どうして？狭そうやな。狭そうやな。かわいそうやな。そんなとこに閉じ込められて。もうだってもう、一畳もないやん。トイレの便器で住んでる？君。ごめんなさい、すいません。世界観を壊してしまい申し訳ない。ここですね。オッケー。これで4個目のフルーツをゲットしたというわけで、これもしかしたら、もう後半に差し掛かっていますね。多分5個ぐらいあったから、うん、もう結構最後じゃない？じゃ、とりあえず、今回はこれで終わっとこう。28分撮ってるんで、まあ、どれぐらいのね、編集時間になるかわからんけども、今回はこれぐらいにしておきたいと思います。やっぱり面白い、このゲーム。はい、というわけで、ゾノキでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。はい、次回は
紫の色の果実をゲットしたいと思います。ドロクシェルドロクシェルドロクシェル